フォードエスコート WRC、エスコート WRC、フォードエスコートワールドラリーカーは世界ラリー選手権 WRC に出場するためにフォードが製作した競技専用車ワールドラリーカーである。国際自動車連盟が1997年から導入するワールドラリーカー規定ではベース車両の条件は年間2万5千台生産されている量産車とされた。 開発にかける時間と予算の関係で、フォードは本来は認められていない、フォードエスコート RS コスワースをベースにした、ワールドラリーカーの製作許可を打診。FIA は2年以内に、新規のワールドラリーカーを開発、投入することを条件として、特別に許可した。イギリスにある、フォード社内チームのフォードモータースポーツ、通称、ボアハムのチーフエンジニア、 フィリップ・ドゥ・ナビンによって1996年に開発が始められた。その後、1997年の WRC 参戦に向け、ワークスチーム運営を元ワークステストドライバーのマルコム・ウィルソンが率いる M スポーツに委託するとフォード本社が決定したことを受け、新たに元三菱のマーク・アンブラーがチーフエンジニアに就任し、開発を引き継いだ。社服は、 ベースのエスコートコスワースが WR カー規定いっぱいの 1770mm だったためホイールアーチの R を大きく取ったフロントフェンダーを除いてボディパネルはほぼエスコートコスワースのものを流用したがグループ A エスコートのトレードマークだった2段式リアウィングは1段式に変更されているフロントスポイラーは規定改正で大型インタークーラー搭載が可能になったことにより 新たにデザインされている。これらの空力パーツは、アメリカのインディーカーをはじめ、F3000 や F3 カーのデザインに実績がある、イギリスのレイナードの案をもとに、ドイツのケルにあるヨーロッパフォードの風洞施設テストによって、最終決定され、それらのパーツを装着した、モックアップが1996年 WRC、最終戦カタルニア前日のプレスカンファレンスで、初公開された。 エンジンは、1987年のシエラコスワースより、WRC で使われてきた、コスワースユートユニットを、縦置きに搭載。当初、主な変更点は、ピークパワー重視のこれまでのギャレットエアリサーチ製の03、04、型体系ターボから、より低中速域でのレスポンスとトルクアップを狙い、IHI-9、 石川島春馬重工業製の小型ボールベアリングターボチャージャーに変更されている。また、ウォーターインジョクションも装備し、300馬力の出力に対し、最大トルクは50キロ近くまで向上した。1997年シーズンが始まると、イギリスのマウンチューン社が手掛けたエンジンはライバルに対してパワー不足が露呈し、打開策として TTE で セリカ用のターボエンジン開発で実績のあるノベルトクライヤーにチューニングを委託した。しかし、パワーは出たものの、テスト半日でエンジンブローしたため、やむなく M スポーツは再びマウンチューン社のエンジンで1997年シーズンを戦った。翌1998年は、トム・ウォーキン賞率いる TWR がエンジンチューンを担当している。 ギアボックスは1997年の前、中盤戦まで、グループ A 時代の FFD 製、MS95 型6段ギアを使用したが、新型シーケンシャルギアボックスのテスト結果が良かったため、当初の予定を前倒して1997年 WRC、中盤戦ニュージーランドから、イギリスエクストラク製、ギアは、FFD 製6段シーケンシャルギアボックスが、投入された。 グループ A 時代から最も変更されたのは足回りで弱点だったリアサスペンションはこれまでのセミトレーリングアームから WR カー規定で変更が許されるマクファーソンストラットとな1996年シーズンオフのテストでは AS のカルロスサインツからフロントサスとのマッチング不足を指摘され1997年 中盤のテストによりこの問題は解消されて、トラクションと走破性は無期した。駆動系は、フロント、センターが、電子制御の油圧式のアクティブディファレンシャル。リアは、機械式を採用。マフラーは、ワールドラリーカー規定に合致した、触媒内蔵サイド出しタイプを採用していたが、1997年 WRC。 前半戦カタルニアで路面との接触で開いた裂け目から漏れた排気ガスの熱によりプロペラシャフトを破損させたことから次戦から後方排気に改められるとともにプロペラシャフトもアルミ製からスチール製に変更された製品はオーストリアのパンクル社その他の改良点は1997年ニュージーランドから投入されたエボリューションモデルの軽基版が 通常のアナログ式からデジタル式へ、ロールケージは1997年中盤のフィンランドから1993年のグループ A 以来の X ゲージタイプながらより軽量化されたものに変更され、1998年前半戦のツールドコルスでは、現在のラリーマシンでは一般的なローンチコントロールシステムも投入された。デビューはのモンテカルロ。 1996年オフシーズンのテスト不足によってセットアップが決まらず前半は苦戦するもカタルニア以後は1997年シーズンのエースドライバーであったカルロス・インツによる精力的なテストとチームの努力の結果サスペンションジオメトリーの見直しによってトラクションは大幅に向上したチームメイトのアルミン・シュバルツは成績不振のためアルゼンチンで ユハカンクネンと交代させられた。ツールドコルスではサインツがスバルのコリンマクレーに7秒差の2位に入賞。そして、1997年 WRC の前半戦最後のアクロポリスではサインツがカンクネンと共に WRC 初勝利を1から2フィニッシュで達成すると続く後半3戦目のインドネシアでもサインツ、カンクネンが1から2フィニッシュを挙げた。しかし、 予算不足からライバルと比較して大々的なテストが行えず、低中速コースの多いヨーロッパのスプリントラリーでは、スバル、三菱に対してパワー不足は顕著で、後半戦ニュージーランドから投入した、新スペックエンジンも起爆剤とはならなかった。この年のマニファクチャラーズランキングはスバルに次ぐに、は、磁気マシンの準備のため開発がストップしていたが、熟成されたシャシー性能を活かし、 サインツに代わってエースドライバーとなったカンクネンがモンテカルロにアルゼンチンアクロポリスハイスピードラリーで有名なフィンランドで3位に入賞している。その後、1998年 WRC 最終戦ラリー・オブ・グレート・ブルテンで2位、3位に入賞した後2年間のワークスマシンとしての役目を終えた。後継として翌年から フォードフォーカス WRC が参戦した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。